いやー服を買う時にもついついトップスだとかアウターとか上半身のアイテムばっかりを優先してしまうんだよな確かにボトムスってあんまり見えないから何でもいいやと思いがちなんだけどもそうするとつい黒パンばっかりになっちゃうんだよな、まあ、もうちょっと秋はバリエーションを増やしたい大人に似合うような秋のボトムスバチッと教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが大人に似合う秋ボトムス参戦というテーマでお届けをしたい な,いなぁと思っております。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、ボトムスというのは着こなしの中でもそこまで目立ちやすいアイテムではないんですね。これは動画の中でもよくお伝えしていますが、今僕自身話している時点でもですね、下半身が見えてないわけなんですね。相手の顔を見て話すときにあまりボトムスがですね、下に飛び込んでくることは多くはないんですね。そうなるとつい手抜きをしてしまいがちなのがボトムスなんですが、おしゃれな人ほどボトムスを重要視していまして、人によってはボトムスからこう。 考えるるといいいいう人もいるぐらいなのでで、まあ、重要度は高いんですねただ僕の動画の中でもよく出てくるのは黒パンばっかりということで、まあ、皆さんも既に黒パンはお持ちかなと思います僕自身黒パン愛好家ではあるんですが、まあ、それだけではなくて秋に適したボトムスですねもうちょっと幅を広げてみると着こなしのバリエーションもまた広がるかなと思うので今回はですね大人世代に似合いやすいものを3点厳選して皆さんにお届けしたいなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男 性に向けてメンズファッションの基本ですね。なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。 はい。ということで、ここからはですね、具体的に大人に似合う秋のボトムスをですね、皆さんに3パターンご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目、何からいこうかなと思ったんですが、今回久々にですね、デニム、ジーンズを皆さんにですね、ご紹介をしていきたいなと思っています。まあ僕ら大人世代にとってはですね、定番中の定番と読めるようなボトムスなんですが、まあ正直ですね、ここ数年、デニムのですね、冬の時代がしばらく続いていたわけなんですね。 かつては大定番だった細身のデニムみたいなものがちょっとこう今っぽく見えないよねというところで僕もブラック系のパンツだとかあとはグレー系のスラックスとかをですねよく皆さんにご紹介していたんですがまあそういった流れがですねちょっと一段落して最近はですね割とデニムブームというところがちょっと再来してきてるかなと思うんですね、まあ、大人世代であってもですねデニム久々に履きたいなという方もいらっしゃるかなと思うんですがただ数年前までにですね定番的だった細身のスキニーだとかもう本当にこうジャストサイズのも とというよりりは少しサイズにゆががあった方が今っぽいデニムかなと思うので今回ご紹介したいのはこちらですね。アーバンリサーチドアーズの別注グラミチマウンテントラックパンツですね。まあこれがですね、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。このグラミチとアーバンリサーチドアーズのコラボレーションってもう長く続けているんですが、今回は新しいですね、シリーズとしてシルエットのバリエーションが選べるようになってるんですね。結構細身のものと、割とこうストレート目のストンとしたような シルエットのものののもももまたたワイドめのものもあったりしてその辺りはお好みで選んでいただけるんですが、まあ、今回ご紹介したいのは割と重要な感じですかね桃周りには適度にゆとり感があるんですが膝下にかけてですねテーパードがやや効いている形になるので大人世代にも似合いやすいようなワイドすぎないシルエットなのでこの辺りをですね使っていただくと今っぽくもあり僕ら大人世代にとっては定番的なですね安心感も得られるのでこれはいいんじゃないのかなと思います色は三色展開になっていまして 個人的にはちょっと色落ちしたダークユーズドだとかこのあたりがですねデニムのですねちょっとビンテージ感も出ていてなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思っていますまあこういったデニムにですねどういった靴を合わせればいいかというと例えばですねコインローファーのようなちょっと綺麗めなシューズを合わせていただくとより大人世代には似合いやすいんじゃないのかなと思いますあと上半身に関しては夏の終わりだったらブラックのロンティーだとかあとはもうちょっと季節が進んだらブラックのニットだとか少しこう色がシャキッとしたようなものと合わせていただくと とバランスがいいかなと思いますあとはジャケットなんかとも相性が良かったりするので1本あるとすごく便利なアイテムかなと思います僕もですね今年の夏に1本ですねこれ同じものではないんですがちょっと色落ちしたデニムを買ったんですね久々に履くと気分上がりますねなんかこう懐かしさもあるんだけどもシルエットにちょっとゆとりがあるだけで初めまして感もあったりして新鮮な感覚になるんですね僕は黒 T をタックインしながら着てたりしたんですがこれから先の季節はジャケットだとかあとはブラック のロング丈のコートなんかににも合わせたいいいなという,ふうに思っています。でこちらのデニムに関しては従来のですねガチのデニムとは違ってグラミチがベースにあるのでウエスト周りのベルトで簡単にサイズ調整ができたりだとか180度自然な改革ができるガゼットクロッチですねこのあたりも含めて歩きやすい使いやすい仕様になってるんですねですので従来の硬くて履きづらいデニムというところとはまた違った雰囲気で使っていただくこともできるのでまさに現代的なアプローチかなと思います久々にデニムが履きたい気分の方に 非常に使いやすい1本かなと思うので是非皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい続い続て2本目のですね秋のボトムスなんですがオリーブ系のパンツですねこれも1本あるとすごく使いやすいですし季節感が漂いやすいのでぜひ、まあ、皆さんも持っておいていただければなと思います秋という季節を象徴するカラーとしてはブラウンだとかオリーブだとかちょっとこうやぼったさを感じるようなアースカラーですねこういったものがあると便利かなと思うんですね、まあ、特にオリーブに関してはカーコパンツだとか、まあ、僕が今持ってるようなベイカーパンツだとかこのあたりのですねトレンドも継続しているの ややっっぱり1本持っておくととですすすねなな雰囲気が漂いいいのかなと思います今僕が持ってるのは自分とこで作っているですね、ベイカーパンツなんですね。これも在庫がですね、L サイズ2本ぐらいしかないので、ちょっとこれを押すことがなかなかできないので、今回ご紹介したいのはこちらですね。ビューティーユースのですね血のバルーンイージーパンツ。こちらのオリーブカラーがなかなかいいんじゃないのかなと思うので、皆さんにご紹介ができればなぁと思っています。このシリーズ、僕もですね、過去に何本か買ったことがあるんですが、まあ、バルーン型と と言っってちょっとこう丸みのああるるシルエットではあるんではんすが膝から下にかけて少しこうテーパードが効いてるのでワイドになりすぎないようなバランスで結構使い勝手がいいんですね通常のチノだと本当に普通の感じがしてしまうのでボトムスのシルエットで少し今っぽさを出してあげるとおしゃれ感というところが出しやすいんですがこれはすごく使い勝手が良かったなという印象なんですねその中でもオリーブですねや暮ったいオリーブというよりは微光沢があって上品な雰囲気もあるのでこれはすごくいいカラーだなと思いますでオリーブのパンツってどう んせばいいいいいのかかかわららななととうう方もいらっしゃるかなと思うんですね。まず考えたいのは靴なんですけどもこちらの写真で使ってるようにオリーブブのパンツに合わせる靴としてはやっぱりブラック系がが相性がいいんですね。例えばブラックのサンバだとかブラックのレザースニーカーだとかあとはコンバースのオールスターのブラックだとかそういったものでも合いますあとは先ほどのデニムのサインにも出てきましたがブラックのローファーみたいなものでもあるのでまずは靴は黒にしてあげるというところで統一するとすごく使い勝手がいいかなと思いますで上半身 なんですがオリーブという色自体がやっぱりやぼったさがあるので上に合わせるものはデニムと同様にブラックだとかネイビーだとかダークグレーのような深い色ですねそういったものを合わせた時にすごく相性が良かったりするので例えばこちらの方のようにですねブラック系のニットカーディガンと合わせたりだとかあとは丸首のニットに合わせたりだとかブラック系のですねアイテムと合わせていただければかなりですねこのオリーブ系のパンツというのが外しとして効いてくれるのでおしゃれ感出しやすいんですよねあとはホワイトとかも合うんですね ホワイトのシャツだとか、そのあたりにもあったりするので、ブラックとかネイビーでシャキッと合わせるか、ホワイトのような爽やかな色で中和するか、そのあたりで使っていただければ、結構オリーブ系のパンツは問題なく使っていただけるかなと思うので、ま、ぜひですね、秋に活用していただきたい一本かなと思っています。ただ、本格派のですね、太いカーゴパンツだとか、そのあたりは、なかなか僕ら大人世代には着こなすのが難しいんですね。おしゃれ、中上級者ぐらいになってくると、太めのカーゴパンツとかをうまく使っていくって方は多くなってくるんですが、 まあ一般的にはですね、シルエットはあまり太すぎないような今回のバルーン系パンツだとか、うちのベーカーパンツとかは結構使いやすいかなと思うので、まあぜひそういったものをですね、チェックしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目は皆さんの想像通りあれですね。ブラックのパンツを皆さんにご紹介したいなと思います。僕にとってはユニフォーム的な存在であり、多くの男性にとっても1本あれば間違いなく使える黒パンなんですが、選択肢があまりに多すぎるので、今シーズンどんなものがおすすめなのかを今回バチッと1本ですね、皆さんにご紹介したいなと思います。グリーンレーベルのフリーリッチワイドユーティリティパンツ、イージーパンツですね。こちらをご紹介したいなと思っております。実はですね、 僕のの手元にもも似たようなものがあるんですね実は今期の同じフリーリッチのボトムスなんですがこれですねセットアップ対応になってましてちょっとこうボックス型のジャケットタイプがありましてそれに対してボトムスが2つのシルエットがあるんですね僕が持ってる方はオルマイイージーパンツ仕様のもので割とですねシルエットは本当に一般的なものですね適度なゆとり感のある桃回周りに対してテーパードが効いているようなビジネスカジュアルからカジュアルまで使いやすいような シルエットになっていまぁ、まあ、ちょっとお仕事仕様でも使えるというところではこちらのですねオルマイ仕様というのは相変わらず僕のチャンネルの中では押していきたいシリーズかなとは思っているんですが今回ご紹介したいのはそれよりももうちょっとですねワイド感があるんだけどもちゃんとテーパードが効いているのでビジネスシーンでも使えてカジュアルで使っても裾幅ですねこれが結構重要なんですね僕はボトムスを見るときにですねでめなボトムスで靴との 繋がりもいいんですね割と大人っぽい見え方してくるんですが裾幅が広いとどうなるかというとやっぱりシルエット的にもちょっとゆとりが出ますしあとはよりカジュアル向けな雰囲気になってくるんですねで裾幅が広いことで靴の選択肢が広がるんですねオルマイージーパンツだともちろんニューバランスですとかサラモンとかのシューズもですね履けないことはないんですがもうちょっと裾幅が広い方が自然にですねストンとこう甲の部分まで収まるので個人的にはもうちょっと裾幅が広い パンツが好きだったりすするんですねそういった点をしっかりと押さえてあるのがこちらのフリーリッチのワイド UTT パンツなんですねまあシルエットが秀逸なのでこれは使い勝手が良くて主に休日に使えるような程よいゆとり感が設計されていてだけどもそれをビジネスカジュアルとかにも使うことができるような感じですねまあこのボトムスすごくいいなと思ってましてフリーリッチはまず素材感としてストレッチが縦にも横にも効いてるんですねなので着心地がすごくいいんですねでシワにも なりづらいってとこですねボトムスってシワになった時点で清潔感だとか綺麗さというところがどうしても失われてしまうので、まあ、防シワがうたってある生地っていうのはすごく使いやすいかなと思います吸水速乾性にも優れているので、まあ、夏の終わりから使っていただくこともできるとで生地の厚みとしては一応秋冬で出てるんですが真夏は厳しいと思いますただそれ以外のですね3.5シーズンぐらいは使っていただけるような、まあ、中肉厚で使いやすいような厚みなんですねこののりがミニマリスト志向僕にはすご すごく嬉しいいポイントかなと思います。まあ、季節ごとにボトムスの厚みを変えるというのはすごくいいかなと思うんですが物臭な僕としては1本で抑えたいというのがあるのでこの厚みというのは使い勝手が非常にいいんじゃないのかなと思います、まあ、ちょっと表面に凹凸感があって張り感もあるのでくたっとした感じにもならないんですよねこの辺りもすごくいいし基本的にはポリエステルメインなんですがスポーティな感じにもなりすぎずに、まあ、ウールライクな質感というところもちゃんと実現できたのでそういったところも含めて非常に使い勝手がいいんですねで最近のボトムスの シルエットとしては、まあ、いろんな選択肢が出てきてるんですね相変わらずワイドめのものもありますし行き過ぎたワイドというところは収束していっていてワイドテーパードみたいな形である程度のゆとりがあるんだけど膝下からはちょっと細くなっているようなボトムスもやっぱり増えてきてるんですねなのでそういったところをちゃんと押さえたような UTT パンツというのはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますでこちらのジャケットもすごく秀逸でボックス型ですごく使いやすくて実は春ぐらいにですねある企画が進んで いてですねまたその詳細は今後お伝えしたいなと思うんですがその中でもこちらのセットアップ使ってるぐらいですね非常に仕上がりがいいのでまあジャケットも含めてセットアップで検討してみるのもいいんじゃないのかなと思います是非皆さんもチェックしていただきたいなと思っています いやーいかがでしたでしょうか皆さん今回の動画では大人の秋のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました蓋を開けてみればデニムにオリーブパンツにブラックパンツというですねド定番のボトムスが3本揃ったわけなんですが昔からあるようなラインナップではあるもののやっぱりシルエットだとか細部のデザインにおいては違いがあるんですよねたとえデニムだとかチノであってもシルエットだとかサイズ感が変わってくるだけで見え方はもう 全く別物になるので、まあ、こういったものを持っておくと便利かなと思います。ブラック系パンツも定番的な位置づけではあるんですが、シルエットですね。オールマイージェパンツよりも少しゆとりのあるものを今回ご紹介しました。まあ、そういったものを履くことで靴の選択肢が広がるんですね。ニューバランスも合うし、白系のレザースニーカーも合うし、サロモンだとかアシックスだとかミズノだとか、この辺りも一通り収まってくれるので、すごく使い勝手の良い,いボトムスかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、こちら概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はチェックをしていただければなと思っています これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかカバーしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っています皆さんから頂い,いたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方 からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がないという方のためにですねオンラインサロンっていうものをやってるんですねこちらは動画じゃなくて写真と文章でおすすめのアイテムですとか僕自身が実際に買ったものをリアルタイムでお伝えをしています僕も記事書いてますあとは僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップできるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェック していただきたいなと思っております以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに